皆さんこんにちは、マナルゲル藤です。では今回はギレンの野望ジョンの系譜ジョン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、シャアのネオジョン軍を打倒したんですが、同時にブレックスのエウーゴが本格的に立ち上がってきてですね、特に地球上で戦力を削っていたので、少しですねエウーゴに押されるんじゃないかなという情勢になっています。なのでまず地球上ではハイゴッグ、これの生産を再びですね開始して、なんとかエウーゴを封じ込めていきたいというふうに思っているのが一つ。一方宇宙ではですね、引き続きティターンズとの戦いありますので、まずはソロモンの奪還戦、そして衛星軌道上の確保というね、ことを進めていきたいと思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。実はですね、今日が新年明けてから最初の収録になります。基本的にはね、毎日収録して、その日のうちに動画を公開アップしていこうというふうにね、昨年と変わらず行っていきたいと思いますので、ぜひぜひ今年も皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。緊急事態宣言がね、出るだ出ないだ、要請しただ、どっちの責任だなんてことやってますけど、どうなんでしょうね。まあ、中途半端な緊急事態宣言はあまり効果がないんじゃないかなというふうに個人的には思っているので、まあ、限定的だとかいつまでだとかっていうふうに決めちゃうとね、効果が最大限に出るのかなっていう疑問は持ってはいるんですけど、まあ、このままずるずると感染者数が広がっていって経済活動がね、停止してしまうっていうのが一番困ることなのかなって僕は思っているんですけど、皆さんはどうでしょうかね。自粛派経済派なんていう風にね言われてますけど、まあ僕はどっちを強くっていうのはないですけどね、まああんまりね喧嘩しない方がいいのかなという思いもありますし、まあそれぞれのね思惑主張もあると思うので、まあ、いずれにしても一刻も早くコロナが収まってくれればいいですが、まずは外国人のね入国をもう少し厳しく制限した方がいいのかなとは思うんですけどね。特に緊急事態宣言なんかを行った場合には外国人がね自由に、まあ自由にというとちょっと語弊ありますけども、まあ出入りできてしまう状況を考えるとなかなかね、納得いかないというか、もうちょっとしっかりやってよって思うね方がいてもおかしくはないのかなと思ってしまいますよね。では続いて、これはティターンズのね、勢力圏を削っていく作戦になります。進めていきましょう。ここもガルバルディ大投入してますので、旧式のリックドーム中心の部隊ではありますけども、まあ、難なく敵部隊を撃破していけるかなというふうには思っています。ではここを進めていきます。生産に関しては宇宙ではガルバルディを、地球上ではハイゴック、できればズゴックEを開発してズゴックEというふうに切り替えていきたいと思っています。まあ、それまでの間、リックドームがね、ある程度数を占めているんですけども、リックドームを失ったものに関してはですね、ガルバルディ、もしくはリックドーム2に切り替えていくと。これによって戦力を少しずつ最新のものにね、グレードアップを図っていこうと思っています。緊急事態宣言の話に戻ると、実はですね、1月の22日に、ディズニーの、まあ、貸し切りパーティーのチケットが当たってまして、ディズニーランドの方なんですけども、それがね、ちょっと中止になっちゃうんじゃないかなっていうふうに、まあ思っていて、そこがね、まあ、個人的にはですけども、ちょっと残念かなというところですね。もし緊急事態宣言が出たらね、ディズニーランド、まあ行ってみれば娯楽施設にはなってしまうので、まあ、一番、まあ、必要がないというか、ね、一番最初に自粛するものになってしまうのかなという思いもありますんでね。報告いたします。アクシズのマハラジャ・カーン様がお亡くなりになりました。この訃報を聞き、ハマーン様がアクシズを統率するため、部下を率いて帰還しました。父上が亡くなり、お辛いこれでハマーン以下優秀なパイロットが抜けてしまうのか。もうちょっと早く進行して敵を削っておければよかったかもしれないですね。これで、まあ、貴重な部隊が
まあ、残念ながら抜けてしまったということになってしまいます。ではソロモンの奪還戦始めていきたいと思います。敵の数もかなり多いんですが、こちらはですねドズルザビ中将がビグザムに乗って出撃をしていますので、なんとかねこの奪われたソロモンを取り返していこうと思います。マップはこんな感じになってますね。なのでまあ一つはここの拠点を押さえ、もう一つここの拠点を押さえ、マップの左側と下から攻撃を仕掛けていくのがいいかなというふうに思います。敵はジムクエルが主力になっているのかな。では進んでいきましょう。ビグザムをやっぱり前面に出してですね、ビグザムのマップ兵器の火力を使っていきたいと思いますので、まあ、河川上この辺りに配置するのがいいのかなと思いますので、ビグザムに合わせて進軍をしていきましょう。ソロモン奪還戦にはギレン総帥も出撃してますので、ギレン総帥座上のグワジンが撃沈されないようにだけで、最新の注意を払って、進んでいきたいと思います。ギレンのグワジンが撃破された時点でゲームオーバー、エンディング、バッドエンディングになってしまいます。このソロモンの攻防戦が一つ天王山になるかなと思いますので、ここをねまずは、勝利のうちに飾りたいと思いますが、敵が数が多いので出撃してきましたね。であれば我々はここを中心に部隊を展開しましょう。ビグザムをこの拠点に置いて、こっからねひたすらマップ兵器を打ち込んでいって敵の数を削っていきます。君とまた並べることになろうと、ではここからビグザムのマップ兵器、この正社から全面対決というところに突入していきましょう。ビグザムはこの拠点上に配置してですね、エネルギーの補給を常に受けながらマップ兵器をねぶっ放していくということで、敵のね数を一気に効率よく削っていくという戦術になります。ビグザムのメガ粒子砲の河川上に敵の最大の数をね収めましたので、これで一気に数を削っていきます。ソロモンに帰ってきたガトーは、これ固有のセリフかな、ソロモンだけの固有のガトーのセリフかもしれないですね。ここもガトーをはじめエースパイロットを多数投入してますので、このねソロモンで圧勝するっていうのが一つティタンズ打倒の道になってくるかなと思います。今のはガトーに特番、そして3連戦のガイアですね。ここはマクベ、これで数を効率よく削っていきます。いい、ね、ここはカクリコンのマーク2ですね。笑わせてくれるね。これも撃破してます。その程度の腕で今まで生きてこれたなんてさ、まあ、だいぶこれで敵の数減ったと思いますね。私に戦いを挑むと、でさらにビグザムマップ兵器大型メガ粒子砲を正射して、さらに削ってですね、一気に戦局を決定づけていきましょう。私に負けても恥じることはない。一人でもここです。このメガ粒子砲でどれだけ削れるか、でかいな、本当にでかいですね。このメガ粒子砲敵に回したときはね、もうそれは恐ろしい敵ということになると思うんですが、味方にした時のビグザムのこの火力、めちゃくちゃ魅力的ですね。ソロモンですが、バーミンガムにジャミトフが乗ってますね。ここはもう確実に仕留めましょう、このジャミトフを。さあここはジャミトフのバーミンガムにビグザムがマップ兵器じゃなくて通常攻撃を仕掛けていきます。バーミンガムはねモビルスーツの搭載能力を持たない代わりに、装甲と火力の高い指揮を取るための戦艦という位置づけになっているので、まあ、ご覧のようにかなり硬そうですね。ただそれでもビグザムの攻撃の前に
ジャミトフのバーミンガムを撃沈します。舐めるなよ。では残りの敵を倒してこのソロモンを奪還していきましょう。この戦い、我がそこでソロモンの攻略、まあ、奪還ですね、それが完了になります。ソロモンを奪還したのでこの後はですね、まあ、ティタンズの拠点グリプス、ここに向けて、軍を、ね、進めていくことになると思うんですけども、その途中で衛星軌道はね、しっかりと確保して進んでいきたいというふうに思っています。ではこの後現状ですね、宇宙と地球それぞれの状況をご覧いただきたいと思います。まずは宇宙から見ていきましょう。諜報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。宇宙はご覧のような状態ですね、まあ、約半分がジオン、ギレンのジオン、残り半分ブルーのエリアがティターンズということになっています。でグリーンのところがエウゴですね、まだラビアンローズぐらいしか拠点としては持っていないという状態です。この後軍はですね、ソロモンから衛星軌道上ルナ2、グリプスと進んでいきたいと思います。地球上がですね、一応今エウゴが北京一帯を確保しているような状態になってますので、この北京をね取り囲むように、まあしょぼいんですけども軍を展開しています。この後地球上ではハイゴックですね、これの生産を行ってですね、エウゴをなんとか包囲していこうというふうに思っています。なのでハイゴックの生産先にやっちゃいましょう。はい、では今回はねこの辺りにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。